昨日あの与党 の、 あの北陸新幹線の PT の方で、はい、あのフリーゲートトレインというのが困難だという、はい、フリーゲージ失礼しました、トレインというのが困難だというような説明があったそうです。あの、まあ、早期開業ですね、まあ、求められてこられたと思いますが、どういうふうにこう影響とかそのあたりどのように見ていらっしゃいますでしょうか。はい、フリーゲージトレインというものは、貨幣を変わることですね、変えることができる、軌道を変えることができる、その新幹線の軌道と、在来線の軌道と幅が違うのを変えることができる、車輪を車軸を台車を設置された列車ということがそうで、北陸新幹線ですとか九州新幹線などで導入が検討されていたというに承知をしています。この北陸新幹線に、あ、ごめんなさい、フリーゲージについては、平成24年の5月ですか、遡ること6年前、国土交通省鉄道局からですね、これは滋賀県や関西広域連合に対して、敦賀伊勢、敦賀から西の暫定措置としてフリーゲージトレインの導入を提案されていたということでございます。で、この提案に対して滋賀県としても北陸新幹線敦賀開業時の乗り換え利便性の低下を回避するために、要は在来線から新幹線に乗り換える、このことを含めて、ね、乗り換え抵抗があるよねということを回避、解消するために、やむを得ないとして回答をした経緯がありますので、まあ、その意味で、今回、6年経ってフリーゲージトレインを断念するということになるとすれば、残念なことであるというふうに思います。昨日報告に報告があったということでございまして、直ちに県の職員を情報をさせて、関係者への情報収集を行ったと行っているところでございます。これは与党 PT で国土交通省からフリーゲージの導入が難しい旨の報告があったと座長の岸田政調会長へのぶら下がり取材に挙げられます。承知をしておりますが、何か PT において意思決定がされたものではないと承知をしております。しかしいずれにしろ詳細について確認する必要があると思っておりますので、これもともと伺ったのが関西広域連合の、まあ、ということですので、この関西広域連合の場でしっかりと国土交通省から説明されるよう強く要請をしたいと。その他いかがでしょうか。朝日新聞の真田さん。朝日新聞の真田です。治水の関連で2点お伺いしたいと思います。西日本豪雨で愛媛県の西予市ですね、ダムの緊急放流で住民の方が亡くなるということがありましたけど、改めてこう知事がダムの、まあ、有用性とある意味その一方でリスクというか、なんか今回の西日本豪雨でお考えになるところがあればお伺いしたいのが1点とですね、あともう1点、昨年米原市の村板地区を浸水警戒区域に指定しましたけども、で19年度までにですかね、約50箇所の指定を目指すというお話ありましたけども、その現状なかなかやっぱり難しい部分まで進んでないかと思うんですが、改めて現状とですね、やっぱりこうその一方で危険というか、住民の方に伝えていく必要もあると思うので、その今後の展望というか、そこら辺をお伺いできたらなと思います。2点ご質問いただきました。1点目 の、 そのダムの効果、まあ、西日本豪雨、さまざまなダムの放流があり人的被害が出たことの兼ね合いでございますが、ご案内の通りダムという洪水調節施設が持つ効果、これは一定あると思います。大きな水が出たときにそれを貯めることができるということだと思いますが、しかしその容量を超
た分を流していかなければならないというそういう施設だと思いますので、そのことをしっかりとこの上流下流左岸右岸沿線自治体も含めて認識を持つということと同時にそういった操作をする際の情報提供ですね、これをできるだけ迅速にそして的確に行うということだと思います。まあ、いずれにしてもこのダムという施設だけではなくて、ダムを含むハードの施設だけではなくて、どう逃げるのかとかどう備えていくのかということも含めたソフト対策と合わせて、まあ、情報提供もいざ流さなければならないという情報提供も合わせてですね、治水対策を講じていくということが重要だと思いますので、今回の滋賀県外で起こったさまざまな事象についてもしっかりと教訓とできるように情報を集めたりまた内部の検討にも資するように努めていきたいと思います。2件目にいただきました浸水想定地区地域の指定についてはおっしゃったように50箇所を目標にしながらですね現在取り組みを進めています。村井田地区に代わり今回木の瀬地区で縦断を新たにさせていただいております。自分も住まいになっている地域のリスク情報ですので、しっかりと知っていただくと同時にですねそのリスクに的確に対応していくこと、これは時間もかかるし一定費用もかかることですけれどもしっかりと対応対策を講じていくということが重要だと思います。いろいろと聞いてみますとそのリスクのことは分かったんだけどリスクのことを回避するためにどうハードと組み合わせて、対策を講じようとしているのかということの十分なご理解等がその地域にお住まいの方やその地域で事業展開される方々に、まあ、ご理解が十分にいただけないということがあるようですので、ただいずれにしろ当該地域のリスクをしっかり知るということは大事だということを改めて原点に立ち返ってですね、今回西日本豪雨でもさまざまな被害事象も発生しておりますのでこの取り組みをさらに前に進めることができるようそれぞれの地区ごとにしっかりと目標を定めながらですね取り組みを推進していこうじゃないかということを先般の担当部局と協議しながらですね確認をしたところでございますので、もちろん丁寧な説明なり対応が必要だと思いますがしっかりと前に進めていけるよう努力をしたいと思います。そろそろお時間でございますが他にいかがでしょうか。毎日新聞の北出さん。LGBT 性的少数者の問題なんですけども、まあ、与党の国会議員から生産性がないからとかいう批判が出て、行政として支援する必要がないとかいう声も出てるようなんですけども滋賀県政として、まあ、知事としてそういう性的少数者に対する行政支援のあり方というのは基本的な考えはどのようなものでしょうか。私は世の中で申し上げておりますが人権平和民主主義というのは極めて大切な要素でありますし私の政治信条の根底にあるものです。したがって、全ての人に居場所と出番を持つということもそうですが人権と多様性を尊重する仕掛けを作っていくということが県政の基軸にございます。まあ、その意味で今お尋ねのあった性の問題、性別の問題、これについても大変重要なテーマだと思っています。従来の男女で、なかなか切り分けられないご自身の身体の問題や身体上の問題である、そういったことにもしっかりと配慮をした取り組みなり施策というものを施行していく必要があると思っています。したがって折り上げこの LGBTQ のことをしっかりと配慮した施策を講じるよう私からも指示をしているところですし既に不必要な性別記載案を削除するといった改善もしてきておりますので
今後も普段に改善ができるよう、いろんな思考や考えを持ちの方だったが、自分らしくすぐに働くことができるような配慮を提供しても、いかがでしょうか。中日新聞の鈴木さん。中日新聞の鈴木です。土日に行われました国の原子力防災訓練ですね、知事も1日目の方ご臨場されたと思うんですけれども、2日間通じての、公表というか、ご長官とですね、この2日間で何かこう課題のようなものが見られたり、聞かれたりしたらですね、その点を伺いたいと思います。はい、大変今おっしゃったように、今回初めて行った国との合同原子力防災訓練ですので、その成果や課題をしっかりと検証し対策に反映していくことが重要だと思います。まだ速報ベースなんですけれども、例えば今回、官邸大井のオフサイトセンター、高島の長浜漁師、これは京都、福井の各自治体ともつなぐ形でですね、テレビ会議の情報を通じて、情報の共有ですとか協議を行って、それぞれの段階に応じた意思決定でプロセスを確認することだということは大変意義があったと思っています。とりわけ原子力災害対策は事態が進展してきて、その進展に応じた対応対策がいるということなので、やっぱり時系列をしっかりと確認していかなければ、何時何分に何をした、今後どれぐらいの時分でどういったことが想定されるかということが重要ですので、そのことは今後の課題であるんじゃないかと思ってますし、途中の説明も原子力施設関係の専門用語が次々と出てきて、どこの何を話しているのかって、また今回大井と高浜の複合災害を想定しましたので、大井の話なのか高浜の話なのかということで若干混同することがあったようですので、専門用語をしっかりと分かりやすく、とりわけ住民の皆様方にもご理解いただけるような共有ですとか、言い換えといったことが必要なところだと感じました。また今後もですね、あとですね、2日目に行われた屋内待機住民避難の関係では、今回初めてヘリコプターを活用しながら避難をいたしました。こういった形で、住民の皆さんにも行って、こうやって動くんだ、避難するんだというふうにご理解いただけたことは一つの、成果であったのではないかと思いますし、くつき中学校をスクリーニング会場として機能性を確認することができたという成果ではないかと思ってますが、若干、例えば靴木中学校内で車両スクリーニングをすることは困難だということ、これを受けて周辺道路を活用して車両のスクリーニングをしましたが、実際ことが起こった時に周辺道路をこのような形で活用できるのかみたいなことでありますとか、暑い中での訓練で訓練中に体調不良が伝わっています。当然、暑い中災害が起こる、や対応しなければならないこともあるわけで、こういった時にどうするのかということも課題ではないかなと感じております。そろそろ聴覚して京都市の広中さん。京都市も平中です。またちょっとビジュアルの話に戻りますが、先ほど共同宣言は中身は検討中だということでしたけれども、50年、経過しまして草の根の交流は積み重ねてきたということですが、今後将来的な展望として両州県州ですか、交流は知事は どういうあり方が望ましいとお考えなのか、知事のお考えをお願いします。まず顔を見る関係を人と人との間でしっかりと構築していくこと、それを広げていくことが重要だと思います。でそのことがやはり、例えば通商問題、例えば外交問題なんだときの印象やさまざまな感情というものにもつながっていくという
遠いようで近い道のり、線であるようで大切な一歩なのではないかと感じているところですので、まあ、その意味で滋賀県とミシガン州とはおかげさまでさまざまな交流を重層的に積み重ねてきましたので、そのことを確認すると同時に、今後も世代が変わってもきっちりと引き継ぐ形でこういったものを受け継いでいけるようにというのがやっぱり基礎になると思います。このことを確認できる何か具体的に、まあ、例えば経済面であったりとか、まあ、環境面であったり、そういう技術面であったり、なんかこういうなんか特定の分野なりで、なんかこう、これから進めていきたいという部分はありますか。はい、すみません、まだ協議中ですので、具体のことをここで申し上げることはできないんですが、今申し上げたように、経済であれ、環境であれ、文化であれ、すべての基礎はやはり人と人との交流が基礎になりますので、その基礎が揺るがぬよう、今後続けていけるような確認をすることがまず大前提となっていると思います。その上に、具体のことで合意できることを記載できると思います。滋賀報知の浜田さん。滋賀報知新聞の浜田です。よろしくお願いします。2点伺いたいんですけれども、はい、1点先ほどありました防災訓練、はい、件なんですが、2日間終えられてですね、県民に向けてですね、はい、何かこうメッセージのようなものがあればお伺いしましたでしょうか。別件な日記はまたどうですか。そうですか。いずれにしろ原子力災害に対しては稼働非稼働にかかわらず、滋賀県としてもしっかりと備えて必要があると思いますので、もちろん事業者には万が一にもこういった福島県のような災害が起こらぬ対応対策を求めつつ、滋賀県もこうした訓練を積み重ねることによって原子力防災力を強化してまいりたいと思いますので、皆様方ご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もう一点なんですけども、先日草津市のバレエの子どもたちが、はい、全国大会で優勝というの で先週には空手の子どもとか柔道の高校生も、はい、子どもたちのスポーツの活躍が目覚ましいというので表敬訪問が立て続けあったんですけども、はい、まとめてですね、それに対するご感想と伺えたらと思います。はい、とても嬉しい、また将来に夢を持てる、そういう活躍であり報告であったというふうに言います。来ていただけた方々ばかりではなくて、非常に全国レベルで世界レベルで輝かしい活躍をする子どもたち、アスリートが生まれつつありますし、またスポーツのみならず文化面等でも高い評価を受ける活動をしてくださっている方が大勢いらっしゃいますので、そういった方々に光を当てて、そういった方々を応援する、そういう取り組みをこれからもどんどん作っていければ。ありがとうございます。はい、申し訳ございませんが、時間になりましたので、これをもちまして、知事の定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。